は福岡県春日岡岡本にある遺跡群福岡平野に突き出している、春日丘陵場の北側半分に位置する、周辺の南北2キロメートル東西1キロメートルの範囲の弥生時代中期から、後期の大規模な遺跡群を統括して、すぐ岡本遺跡と呼ぶ。1986年6月24日、国の史跡に指定された。この遺跡の中の巨石か 亀肝墓は明治期に発見されたもので、その語彙物は散逸していて、正確な数値は不明である。伝すぐ岡本遺跡出土を取りがみ、東京国立博物館像1979年、1980年の調査では、遺跡の最高所の標高36.3メートル地点を中心に、弥生時代中期から、後期諸島の116期以上の亀肝母群、木肝墓 中期後半の再始以降など、合わせて約300機の母港が確認された。また、少し低い西側平坦地で9件の住居跡が検出され、さらに片間岩清晶銅鐸の岩型が出土した。明治32年、土地所有者の吉村源次郎は、家屋の新築のために脇にある、長3.60メートル、幅2.0メートル、 厚、30. 3 0 3トルの横石とその側方に立つ高一。2 0ル、幅1 5 0ル、厚4 0トルの立石の二つの巨石が邪魔になるので動かして下を掘ったところ、相口亀感があり、その内外から手術の遺物が出土した。その場所から約1 4ル北東にレンガ囲いの地下室を作って、出土遺物と掘り上げた土くれまでもこの中に収めた。 この地下室の場所を D 地点と呼んでいる。最初にこの巨石か、亀艦墓に注目したのは明治末期の八木総三郎である。中山平次郎は大正初年以降、この地下室から教変などを採取、発表し、昭和4年の兄弟の島田正彦の調査で幕を閉じた。現状は本遺跡は学術調査されていないので正確な情報は得られず、 先人の初見からの復元想像によるものと、金棒の発掘調査から三雲南小寺遺跡と同規模の墳丘墓の可能性があるとされている。修行の存在は不明であるが、三雲南小寺遺跡が方形修行墓であることから、同様の形式の可能性もある。巨石は土壇場の流起部の上にあったと見られることから、墳丘の上に設置されていたらしい。 その二つの巨石の方位などは不明だが、被葬者の頭の後方に立尺が設置されていたと考えられる。亀館の形式は不明である。副装品に武器類が多いことから、この墓は男王母と推定されている。時代的には、全館鏡や青銅剣などの変年から割り出して、糸島市三雲の三雲南小寺遺跡と同年代の王母であろうと言われている。また、 金棒には、青銅器の鋳造所の遺構などが多数発見されていることと、地名の中川、名の津などからの推論と、一都国は、糸島市三雲が、中心地であろう、ということから導いて、このすぐ岡本遺跡群が、那国の中心地であろうと言われている。この、巨石か、亀冠墓の主は、八つ国王であろうと推論されるが、 滋賀島出土の金印の八つ国王かどうかは不明である。通説では、金印を授けられた八つ国王より、以前の王であろう、と言われている。ありがとうございます。